Oof, it's a bit laggy. I might need to turn down the settings. Maybe it's just that cutscene though. Damn, they are really partying hard right now. I think it was just because of all the lights. Seems to be fine now. Kazama being pretty badass. しろ。俺は奴らとは関係ねえんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。大島、愛の절대못줘。やめろ。 이거 나 죽게 내버렸죠. God damn. Always with a slap. 何の罪もねえ子。 死なせちゃいけねえだろ。 Yeah, I need to turn down the settings a bit. Okay,
待て。てめえらだ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラってのは。知ってるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかね、力ずくで奪うんなら俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、桐生さんがいてくれりゃ。Kashiwagi. Oya-san. Stardust の前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか？いや、立ちの悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか？放っておけ。しかし、近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ！はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。キリュウ、お前ならどうする？あれから二十数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもいい。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。そのようなこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてはりませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい、これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を日の海にする、目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな。まあ期待していてくれ。日の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中が浮かばれやしない。一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせる。やめろ、やめるんだ、錦！錦！
したの？怖い顔して。なんだ、はるかか。どこ行ってたんだ？どうした、その花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹空いた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。Is it just a cutscene or has she grown?Switch off the blur as well. All right, this should be fine, I think.Just finished the other game, so we don't need to go full flashback again. ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前らいつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか買い物に行ったりご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから安心してね。おやすさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は、はるかを立派に育て上げるつもりです。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若い者は向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東条会は追い詰められているのか。一年前のあの事件で東条会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東条会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と合田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは
思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし寺田、東条会の五代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東条会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。わお。God damn it. お前ら何の真似だ。寺田藩の首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東条会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けて、ええんとちゃいますか。So much to this being a sacred ground。登場界の未来がかかってんだ。俺が相手になってよ。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。That's a lot of pistols, though. Evade. God damn it. The flaming heat icon. Details. There's no heat icon force anywhere to be seen, though. かすり傷ですわ。ワイボー。テレダ。これを持って。God damn it。オミ連合のゴーダ会長のもとへ。お前。わしとキリュウさんとでは器が違う。登場会の明日を思えばこれでええんです。これを頼みました。 All our friends just keep dying around us。 Damn。しっかりしろ。寺田。寺田さん。残念ですが。病院についてみないとわかりませんが、
おそらく出血多量が原因かと。私しばらくひまわりに行ってる。大切なお仕事があるんでしょ。お仕事が終わったら迎えに来てね。私、東城会五代目寺田幸雄は近江連合五代目郷田会長と兄弟の契りを交わし、これをもって長きにわたる抗争の終結を強く望むものであります。 And who are you, lady? どうちま？まさかこの訴状を関西に持っていくつもりですか？大工、落ち着け。親の玉を取った相手のところに出かけて行って杯交わしてくださいなんて、笑い話にもなりませんでしょうが。じゃあお前は五代目の仇を討つというのか？やられたらやり返す、それが極道です。兄弟、あんたが勝手に動いてとばっちり食うのはごめんだ。ケツまくるってのか？戦争すんにも金が必要なんだよ。金金金って、おめえには極道のメンツがねえのか？お黙り。関西へ行くつもりだね。五代目との約束です、姉さん。この一件自分に任せてもらえませんか？桐生、あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。はい。向こうが話を飲むとは思えんが。それも承知の上です。ですがこれは寺田の遺言なんです。下手したら殺されるよ。覚悟はできています。まさか郷田会長と差し違えるつもりじゃないだろうね。相手の出方次第では。あんた、まだ11年前の堂島殺しのことにこだわってるのかい？あれは錦山がやったことだろう。あんたの責任じゃない。錦とはガキの頃から一緒でした。血のつながった兄弟よりも絆は強い。錦の残した借りは自分のものです。止めても無駄だね。すみません。わかった。この件はあんたに預けよう。いや、しかし姉さん、本当ですか？でもそれじゃ近江が考え直すことはできないんですか？桐生は東城会のために命かけるって言ってんだ。文句あるやつは今前に出な。杯の話が決裂したら後戻りはできない。東と西の全面戦争だよ。お前もこれでいいね？はい。ですが一つだけ頼みがあります。行ってごらん。関西に行く前にどうしても会いたい人間がいます。誰だい？堂島大吾です。堂島組長とあなたの息子さんです。どうしてだ？寺田が死に東城会は柱を失った。今の東城会を立て直せるのは奴を置いて他にはいません。あいつは暴力や権力に絶対に屈しない男です。
今の登場界にはそうした男が必要です。遺言代わりってことかい。そう取ってもらって構いません。あんたですから関西に行く前にどうしても大吾に会っておきたいんです。よした方がいい。なぜですか。大吾はもう昔のあの子じゃない。何があったんですか。This is a lot of cutscenes right now. 刑務所に入っていたことは知ってるね。はい。5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。それでバカやらかしてね。バカ。関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。服役して今は出所してカムロ町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。ま、会ってみればわかるさ。My name is Kiwami Bob from the Tips newsletter. I will be explaining all the basic details of the game as you make progress. Be sure to check back here if there's anything you don't understand. God damn it. Wow, the game's really graphic heavy. What the fuck? This should be enough for now, I hope. Oi. Ah! Oh, you're trying to die. Okay. Yeah.
Oh, reinforcements. Wait, what? Ah, it's still the tutorial on doing stuff, I see. Daigo Dojima. Red binding. Alright. God damn, the game is gonna explain everything to me now. Alright, I get it. God damn it! Jesus Christ. Rush combo, finishing blows. Double finishers. Alright. That is all. I think it's V-Zinc fucking us up. Yeah, it's a bit more fluid now. They really kicked up the graphics. She's being harassed, I guess, and we need to save her. Nani? The graphics, wow. Yeah.
Goddamn, son. Klapschein. We know that place. Just gonna check something real quick. Alright, this feels alright. This feels okay. Took us a bit, but now everything should run fluid. Hisashiburi da na. Hanashi ga aru. Oh, aniki ni kiyasuku hanashi kaken na. Aniki.失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表いたろ。You are in for a world of hurt, buddy. No. お前らみたいな奴がまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。退屈させんなよ。恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるせえ。Really? そんなもん散らかせたら
遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。奴ら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若い奴からの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。登場会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか、ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。登場会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は登場会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。It's gonna be another fight for me. これはな、キリュウさん。あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だった。けど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よくわかってるじゃねえか。お前の言う通り、今の登場会にそんな価値はねえ。幹部連中も金勘定ばかりして昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだ。何を？風間のおやっさんや島の、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い登場会を、もう一度あの頃の登場会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めた。 I legit fuck we knocked him out. 変わんねえな。昔から力ずくでことを動かそうとする。 You've always tried to punch your brother. そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。God damn it, the bike. God damn it.
We don't have any healing items. Yeah. See ya. It's not enough. Damn it. He keeps dodging everything. Damn it! No! We can do this. Oh!
lets you... Some story battles let you kick your opponent's ass in style. First get your opponent's health low, then wait for the prompt to rapidly press X to build up heat. A sense of finishing it. Son. Tōjōkai no unmei wa subete koizu ni kakatteru. した関西無傷じゃ帰ってこれないかもしれない。だからお前に留守を任せたいんだ。ふざけんな。自分だけカッコつけてんじゃねえぞ。東条会を頼む。ダメだ。俺も行く。何？俺はな関西に借りがあるんだよ。借り？5年前罠にはめられたんだ。それ以来 俺の人生曲がっちまった。とにかくその借りを返すまでは俺は極道に戻れねえ。大吾、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても俺は行くぞ。お前明日駅のホームで待ってる。じゃあな。 He turned pretty badass.誰に喧嘩を吹っかけたんだ。近江連合直参、合流会二代目会長、合田龍二。今から会いに行く近江連合会長、合田陣の息子だ。会長の息子。バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ。5年前、合流会は神室町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧道島組か。 いや、東条会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東条会を突いて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだのか。一人でな。合田龍二ってやつと殺しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でまくられ 臭い飯を5年も食うはめになった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田龍二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは東条会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな罠仕掛けてるかわからねえ。 坂月の話、用心してかかった方がいいぜ。ああ。
キリュウさん。ん？いや。Those heat actions are must have, but oh wait, we already have some stuff here. But they will probably be just fine. Damn, so many actions, essence of headgun, holy shit. Press Y when a beautiful girl is nearby. Yeah, we're gonna boost our XP first. I peacocked your mom. He had it coming, yes. Maybe something got lost in translation. Oh,
よろしく頼みます。But my heart's white as snow and pure as a pretty lady. I like this guy already. Speaking of pretty ladies, boy, mine sure wasn't. Had a face like a pork chop, almost glad she ran off, you know. It's been ages since I've been here. Right to heart, that's why we're having so much trouble with the boss fight before. I see. Stash that away for now. Shibaraku netero. We sure could use some health items and the like. Damn it. No, I'm stuck. Why is everyone so angry at me? Why? Just to escape boss fucks. Why is everyone so pissed at us though? Oh wow, we can actually walk into shops like that. This is pretty dope. Interesting. ありがとうございました。No.
I don't know why the game feels so wonky. It's weird. That's the map. Battle skills launch. Our health a bit. Inventory. Oh, maybe later. Oh, there's those locker keys again. Vachu. A nose for music. Just run stuff over. Interesting. I'm gonna stash that away for now. We could use it later. Taku, 時間食っちまった。Something's fishy about the ground. You really want to do this? God damn it. Oh,
God damn! Why is everyone so aggressive towards us? Well, I don't understand. We have a tissue to give away now. There you go. He's now our ally. Alright. Ah, la la la, my nose is so fresh. Stats. For now, we're just gonna boost our normal stats. Later down the line, we're gonna learn some more skills and everything. Fucking whiffed. Tagu, 時間 食っ ちまった. Finding the sweet spot to get the right quality and everything really can be a pain sometimes. Let's get some more food. Yeah.
いな。さ、行くか。ありがとうございました。All right, boost defense is full. For the blue one, we can upgrade some stuff. Ah! Evasion strike. This we can use. Yeah, sure, why not? Oh, it's you again. There. Just give me a few. おい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客さん、こっちの人やないね。ああ、旅行でこっちへ来たん？いや。じゃあお仕事？まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや？ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤さんなんやって。あ、はい、お呼びでしょうか？関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん業者引っ張ってこんかい。ええ加減にせ。もうええ。あ、親分さん、ありがとうございます。親分さん、さすがやわ。貫禄あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい？未来の近江連合のドン、関西の竜や。覚えときゃ。へえ。 Something's about to go down.
どないしました？あ、こいつのせいでか？ちゃうわ。お前今何言うた？は？覚えとらんのかい？え、あ…席外せ。自分なんか…親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。The dragon thing probably. いいから早う謝らんかい。すいませんでした。ほら、みっともないで。早う席座らんかい。山田、悪い。わしと杯交したからなんぼや。2年です。そうか。It's not stopping. あの、親父。で、さっき言うたこと思い出したんかい？え、あ、いや。This won't end well. 飲めや。はい。いただきます。これで思い出したやろ。早い言うてみや、これ。関西の竜。関西の竜って言ったんだ。ちょっとあんた。落ち着かねえ店だ。待て、我よくも口にしたの。おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら。あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぜ。うら。We really know how to make an entrance. 踊れなめ腐って、大阪湾に沈めたのか。覚悟せや。Goons, those goons never learn, I guess. Off you go. Fucking missed.Fine then. He's just chilling there, watching us beat up his guys.お見事や。すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くてのう。もうお帰りですか？お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとして
おごらせてください。断る。近江合流会のおごりです。わしの顔を立てたってください。合流会よし、この店で一番高い酒持ってこい。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやろな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会二代目の合田隆二と申します。合田、近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですがい。ああ。でお名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。桐生カズマだ。堂島の竜、東城会の桐生カズマさんですか。 Shit is about to escalate。そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああ、せや。せっかくやから教えます。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし、関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。竜はまだい。関西が嫌なんです。竜に関西も堂島もありゃしません。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうど、カムロ中に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まるんや。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日、堂島の竜は死ぬ。何？それでわしは本物の竜になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああそう、一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ。あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。桐生一馬さん、ほうな。仕掛けた花火、12時。一体何が始まるんだ。
something's not right. It's the Millennium Tower again as well. ああ、須藤です。ええ、残念ですが、倉橋課長の読み通りとなってしまいました。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか。わかりました。では私の方も手配します。ええ、あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。はい、では。The Yakuza Huntress. Yeah. Leaping fist. Elsewhere in certain worry. Keiji-san, wash a katagi odokasu yona koto wa shimaen de.
なんかの間違いとちゃいますか。喫茶店で小島不動産の社長に会った時、テーブルを叩いたそうやないか。叩いたうちに入りまへんがな。ちょっとこうやってポーンとやっただけですわ。立派な恐喝罪や。はっ、冗談やないで。そないなことでいちいち引っ張られとったら、わしら飯食うていきまへんがな。しょうもない大門ちらつかせられれば、一般市民はそれだけで怯えるもんや。しょうもない大門やと、女やと思ておとなしいしとったら図に乗りやがって。何が任侠や。何さらすんや。ヤクザやったらこそこそしのぎせんと、体張って稼がんかい。連行や。恐喝、傷害、脱税、署で徹底的に炙り出したるわ。何さらすんじゃこのボケ。公務執行妨害のおまけ付きや。ホーム連合と登場会が杯交わせた。私たちが掴んだ情報では。ほんで天下の警視庁班は府警に何せ言うんでっか。桐生の身柄を確保していただきたい。あ？もし杯の話がこじれて桐生が殺されでもしたら、泥沼の抗争になるのは間違いありませんから。つまりわしら警察がヤクザの身辺保護をせえちゅうことでんな。ええ、とにかく時間がありませんのでよろしくお願いします。ほんま勝手なことばっかり抜かしやがって。課長、誰からですか。ん？ああ、警視庁の四課長からや。ヤクザの身辺保護とはどういうことなんですか。桐生一馬が監査に乗り込んできたんやと。桐生って、あの。ああ、せや、登場会の四代目や。あいつにこっちで死なれでもしたら西と東の大戦争や。せやからわしらに身辺保護をせっちゅうとんねや。アホらしい。その任務私にやらせてください。あかんあかん、お前に任せたら身辺保護どころやないわ。チャンスやと思いませんか。チャンス？桐生一馬の命を守る、その名目さえあれば私が関東で捜査しても問題ないということですよね。なんじゃい。お前の狙いは関東に乗り込んで府警四課の力を見せつけて警視庁を見返してやろうっちゅうてのか。展開によっては総動員体制も取れます。これはおもろいな。差し詰め府警四課の関東進出やな。じゃあ私に。おい、ちょっと待てや。お前、登場会にこだわっとるんと違うやろな。違います、私は府警四課の主任として言ってるまでです。ほんまやな。はい、わかった。ほな、一丁行ってこいや。はい。I don't see that ending well. 風間組の事務所は粉々に吹っ飛んだそうだが、柏木組長は無事だそうだ。そうか。近江連合の仕業じゃねえだろうな。おそらく合田隆二だ。ええ、ああ、昨日蒼天堀で会った。本当か。お待ちしておりました。行くぞ。We are pretty screwed if we have to fight all those people here.
So guests have to take the stairs, I guess. We're gonna smash them all to bits later on. Those are the weapons we prefer to use. Stuff that breaks. Equipment box. からようこそお越しくださいました。五代目近江連合会長の郷田仁と申します。桐生四代目の噂は金がね。ご丁寧な挨拶痛み入ります。東条会四代目桐生一馬です。堅苦しい挨拶を終わりにして近江連合の執行部を紹介しましょう。私の横におるんが総本部長の高島です。本部長をやった寺田の後任となります。よろしくお願いします。寺田の。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。この度は誠に残念でした。次に…ちょっと待った。おい、そこのあんた、今なんて言った？残念だと。何寝ぼけたこと言ってんだ。お前らがやったんだろうが。寺田を殺したのは確かに近江の系列です。ですが本家の命令ではありません。ふざけんな。そんな言い逃れが通用するか。ギャーギャー騒ぐなや兄ちゃん。ああ、ええか、こういう会合には格っちゅうもんがあるんや。 I already dislike you。 兄ちゃんみたいな人間が来るとこちゃうんや。ええ、せやろ、東条の四代目藩。やめろ戦国、失礼だろ。すみません、こちらが無礼をいたしました。寺田の一件に関してはほんまに申し訳ない。上座からですがお詫び申し上げます。ちょっと待った、謝る必要なんてあらへん。もともと寺田はうちの人間やったんや。組織裏切った人間、夜行が二王がこっちの勝手でしてる。戦国、臭い芝居やめろ。はぁ、あんたら全員本当に悪いと思ってんのか。ええ、五田さんよ。あんた1年前
寺田の背後で政治家の神宮とつるんで東条会乗っ取ろうとしたじゃねえか。知らねえとは言わせねえぞ。確かに。ですがあれは私や執行部の仕業ではありまへん。なんだと？今さら何言ってんだ。桐生さん、堂島さん、郷田の口からは申し上げにくい話なので私の方から説明いたします。実は1年前の神宮との件は直参合流会会長が独断で行ったことなんです。何？龍二が？龍二をご存知でしたか？彼は親父の実子です。親の心こしらずとはこのことで、奴は近江の大門を使って勝手な行動を次々、寺田襲撃を実行したのも合流会によるものかと思います。では龍二が寺田殺しを命令したと？おそらくは。アホらしい。やっとらよ戦国。まああとは勝手にやっとくんなあれ。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。10億でも20億でも用意しますさかい。ほな、Let's hope we can either beat this guy up or kill him. これが近江連合の現状です。直参120、構成員35000。巨大になりすぎた組織を統制するのは至難の業です。五代目、この高島は和光で器量もある。寺田もそうやった。ですがね、今の戦国や龍二のように他の若い連中は言うことを聞かへん。ゴーダさん、桐生さん、寺田を失うたんは東条近江関係なく痛いことや。今こそ東と西の力を均衡させることで争いの種を取り除きたいと私は思ってる。東と西のですか？そうです、桐生さん、あんたならそれができる。ぜひ東条会を立て直してください。そのために近江連合の力が必要なら私は喜んで力になります。これは寺田から預かった書状です。あいつは郷田会長との杯を願っていました。寺田、東条会としては寺田の願いに従い近江との五分の杯を望んでいます。受けていただけますか？お受けいたします。おー、わお。そうですか。ではすぐにでも東条会五代目代行の堂島弥生をこちらに向かわせます。いや、そうはいきまへん。今度はこちらから出向く番です。神室町へ行きましょう。はい、ありがとうございます。やっぱりあんた本物の堂島の竜やったんや。桐生龍神、近江と東条が五分の杯やった。82、いや91の間違いとちゃうんか。お前何しに来た？お前は執行部の人間やない。いや、何や。俺を覚えているだろう。知るん。お前に5年前はめられた堂島宗平の息子大吾だよ。知らん。中取るやろね。杯なんて関係ねえ。俺はお前に借りを返さなきゃならねえんだ。雑魚なんぞ覚えてられるか。邪魔やねん。そこで寝とけ。
take a nap or something. わしらはクーデターを起こしに来とんねやから。なんだと。今は東条会さんにうちの親父と話しさせるわけにはいきませんね。杯なんぞ交わしてしもた。わしの計画がパーイ。お前の狙いはやはり戦争なのか。そうや。西と東の大戦争。それこそがわしの狙いや。それとも一つ。俺か。その通り。あんたの首や。悪いがその価値があるか、試させてもらいますぜ。The dramatic hand wave. God damn it.いいえ、さすがでんな。昨日よりも迫力あるわ。やっぱこれぐらい強ないとやりがいがないってもんです。おー、ナイス。ずるすんじゃ悪い。お前の好きにはさせねえぜ。俺との勝負が先だろうが。桐生さん、悪いがこいつは俺がやる。
あんたは合田会長。分かった。意外にやるやないか。まあやろ。そないに死にたいんだ、先にやったらやないかい、ボケ。マティア・キリュウ。God damn it. すぐ倒れんじゃねえぞ。Oh shit, that guy came out of nowhere. God damn.Can't block that apparently. Damn it.
hate this enemy type. Adios, you go. Ah, all right. One I can break though. Don't mind if I do. Health items, nades. Wrong direction apparently. Are you for real? This doesn't look good.
That's pretty dumb. There are some items we can pick up. さん、息子の失態、あんたに助けていただくとはお詫びのしようもありまへん。東条も近江も関係ありません。お気になさらず。しっかりしろ桐生さん。やっぱあの男ただもんじゃねえ。勝負はまだついとらんやろ。大悟、I'm not sure if I'm ready for another boss fight。東条会行け。そいつとの蹴りは俺が。今合田会長が東条会と杯を交わす方が先決だ。それにお前をここで死なすわけにはいかない。けどこのままじゃ。ここは俺の言う通りにしろ。わかった。やっと二人きりになれたの。会長は東条会が預かる。この杯絶対に邪魔はさせねえ。まあいい。あんたを倒して奪い返しゃええだけの話。やってみるか。ああ、本物の竜はどっちか決着つけようないか。ここがあんたの墓場や。Here's the problem, child. Oh shit.Holy shit.
ほう。He's tanking through everything now. Shit! No! That fight was way too close.
だ勝負は終わっとらんわ。俺は対等じゃねえ勝負は嫌いなんだ。何やと？お前は大吾とやり合った。あいつは強い。まともな状態じゃねえはずだ。どっちかが死ぬまで勝負は終わらへんわ。クソが、覚えとけ。勝負はまだ終わっとらんで。So only us right now. Kiryu Kazuma-san, isn't it? So da. Fuke 4ka no Sayama Kaoru desu. Anata o shōgai no genkōhan de taiho shimasu.As if he couldn't avoid that. 失礼ですが、伊達刑事ですか？あ？まあそうだが。やっぱりそうでしたか。私、伊達刑事のファンなんです。ファン？どういうことだ？一年前の事件で本庁の命令も聞かずに単独捜査。ついにはあの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって噂有名なんですよ。ちょっと待て。あの事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職、辞表を神室署署長に投げつけた後一発殴ったって話も聞いてますよ。まったくどうなってんだか。神室署で誓った極道との友情、人気もんじゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、こういった提案に憧れるってのは良くない傾向だな。本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。鬼ヶ原、あんたどうしてここに？知らなかったが、俺は今公安所属のデカなんだ。あれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデカか。ふざけた話だ。人聞きの悪いこと言うな。もう昔の話じゃないか。俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ。目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになったのか。まあな。でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ。それがそうもいかねえんだ。あ？お前須藤に呼ばれてきたんだろ。奴が待ってる。一緒に来い。地下3階か。随分とおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。地下3階13号資料室、警視庁赤瀬沼ってやつか。なあ、不祥事の的とも言われてた。おお、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ、紹介します。こちら公安部外事二課課長の倉橋警視正です。伊達さんの噂は金々。倉橋です。公安二課？どうしてアジア専門の公安二課がここに？実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々四課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい。ですが裏に海外、
特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。海外マフィアってことか。実は私たち二課は1年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ、こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって？私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです、予想は的中してしまったわけです。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ？五代目近江連合直参、合流会二代目会長、合田隆二という男です。合田隆二。寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者です。この男がどうした？実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。これだけは言うとくが、わしとあんたら仲間やない。カムロ町を日の海にする、目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、わかっとるな？はあ、まあ期待していてくれ。この関西弁の男が合田隆二本人と思われます。なるほど。じゃあ四課と二課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか？そうです。この男の正体を探り出し、近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。会話の場所は？全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ？実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。え？こいつは？そうです、伊達さんもよくご存知の男です。神室町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。どうして和樹を？実は半年ほど前、一度だけ合田隆二が神室町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。だがそれだけで？それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。本名？ガンジンウ。彼は歴史とした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。俺だけどこへ連れてくんだ？おい、聞いてんのか？We are reading half far away with women, I guess. ここまで来ればもう大丈夫だわ。どういうことだ？傷害罪は表向きの口実。あなたの身辺保護を頼まれたのよ。身辺保護？逃げようとしたら即座に逮捕するわ。どこを撃たれた？大したことないわ。弾丸が貫通してない。このままじゃ危険だ。おい、近くの病院はどこだ？蒼天堀。何？蒼天堀にある葵っていうスナックへ。
No! God damn it! I didn't know they could follow me in there as well. No, I'm full health. Are you kidding me? This game really wants to troll me, I guess. ありがとうございました。いらっしゃいませ。バディアーマー for 4000。ありがとうございました。There's still two things I can upgrade apparently.あんた誰や？キリュウというものだが。はっ、ちょこちょこ担当買いやがってほんまに。そんなようなことしたかてな。払えんもんは払えんよ。え？あんたみかじめ取りなんちゃうん。佐山薫って女知ってるな。薫が？どないしたん？怪我をしてる。どこにおるんや？車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。しばらく寝てろ。
it's just a shot in the shoulder and it's enough to lose her consciousness or what? We're gonna take a break for now and then we'll play a bit more. Till then.